次もう一個いきますじゃあ6出すか六？六？六？ほい6やばいあおー1でも出したら6うん六。確かにみんなにおすすめしたい話おすすめしたい映画があるんですけどおー映画皆さんインド映画って見ますか私さマッキーって映画を見たことあるのマッキーどんなやつなんかあの 男性と女性がいるんだけど、うん、男性がその女性に恋をするんだけど第三者の人が男の人がいてその人もその女の人を狙ってたの三角関係みたいな感じでははでなんかその男の人がこの男が邪魔だからって殺しちゃうのえ怖いやつだ、うん、でこの男がなんか急に転生し始めてハエに転生するのよえ で敗になったその男は、そいつに復讐するためにいろいろあの試行錯誤、いろんな手を敗の状態で敗の状態でそいつに復讐するっていう話楽しい敗視点の話とか視点の話なんです。何でそれ見たの？それまであの友達が教えてくれてそう、これで見たなんか面白い映画があるんだよもう何十回も見ててさ、すごいねそうなんだなんか見るごとに新しい発見があるらしくて。 見る方によってそう。見たら面白かったね。なんかやっぱり、インド映画って、あの、なんかミュージカルみたいで面白いの。あの、カレー屋さん行った時に踊ってるやつしか知らない。映画じゃないけど。そんな感じ急にね、踊り出すし、しかもあの全然ストーリーにも関係ないっていうの多い。でも多い多い。ちゃんとストーリーになぞって、 ミュージカルっぽいのもあるけど、うんうん、本当に意味のわからない急なダンスもあるうんうんうんけ、うん、ど、私が紹介したのは何あの、今上映してる、RRR っていう映画なんですけどあのー、本当に、突っ込みの声はちょっとあるの、細かいところでも、そんなの気にしないぐらいおもろいから、ぜひ見てほしいもう何の話んうの？しみ、うん、どういうおもろす<ー>うんと、アクション基本的にアクション的な感じで、男の 友情まあんかそのあらすじみたいのだと友情を取るか使命を取るかみたいなのでいう感じでま対立もあったりとかしてめちゃめちゃいいんでどこまで話いいのか分かんないネタバレになりそう今上映してるからねか本当に見てほしい。もし興味があったら あの、「RRR」で検索すると歌ってるシーンだけとかがちゃんと公式さんから出てるんでその歌おもろいなってなったら見てほしい。3時間もあるんだけど私インド映画別も見たことがあってその時その映画ちゃんと面白いなって思ったけどやっぱ間がちょっとうんちょっと長いなみたいなのあったのでも「RRR」はないです 見てみようかな。歌います。歌う歌うのが面白いのがあの最後にやっぱねエンディングだから歌って踊る踊って終了って感じなんだけど知らない人出てくるのえでこの人誰だと思ったら監督だった。そう監督が最後踊ってるのよ。だからそういう面白いところもある。だからみんなで作った映画だからね。そうそうそうユニークだね。主張強いんだな監督。いいね。なんか。 監督創造心ってパンフレットに書かれてたそう監督じゃないね監督の創造心なんたらなんたらみたいなそうすごい人らしい元気でそう元気でるめっちゃ元気でるもうルンルンした気持ちで帰れるえー誰だっけ前さ来てくださった高柳さんうんうんタイの BL だっけ流行ってるらしいね BL だっけ普通にタイ BL も流行ってたはず確か でもでもね、なんかタイとかインドとかはやっぱね、ハリウッドだけじゃないんだね。ね、ぜひぜひ見てくれ。今上映中だから。私はラインスタンプを買っていろんな人に送りつけてる今。え、ラインスタンプあるんそんなハマってるんだ。そう、そんなにハマってるし、また面白いのがラインスタンプの一番最初に出てくるスタンプが監督なの。 って調べた監督だった監督は、あの、演技とかもする人なのしないしないしない本編には出てこないもう完全に本業監督でまあ、原作者ってことだから、まずその RRR っていうのも監督の名前と主演二人の名前なのそうえ役名じゃなくて役者の名前 そうそれでなんか仮タイトルみたいにしてたらしいんだけどやっぱその人気な人たちだからもうこのタイトルで広まっちゃって後付けねあるあるある後付けのタイトルねそうすごいね今日見えてきた今日見えてきた出てき出てきたよ一緒に見に来ないじゃあ行きたいんだけどかカレ感覚カレ感最後になんないとなんなんだ私たちは 全く知らない人出てくる見たこともない人出てくるから。いやスタンプ買うのは相当なマニアドね。うん。いろんな人に送りつけてるんだけど、みんなスルーするの。スルーする。この人誰じゃないんだ。そう。あ面白い。明日行くしかねえなって。見て。ねえみんな行こう。普通に評判いい映画なんですね。そうそうなんだ。調べるともうみんな大絶賛。大絶賛。うんうん。 見てほしいでも見たいね本当に気になる何回も見てるいやでも次見にまだ1回しか見たことなくて私もなんだろうアクション映画だからっていう点で見に行ったのだからインド映画だからとかじゃなくてあまりにもぶっ飛びしすぎててインド映画おもろいじゃんって言ってで次見に行こうかなって思ってて最近はもうずっとインド映画の曲を聴いてるえっすごい YouTube の公式にインド映画の曲を上げてる公式あるんだけどその登録者2億とかだよえっ、ー、すごい !2 億とかなのであのその RRR も多分6か月前とかに上がってるんだけどもう何千万再生とかすごいさすが人口ねん<え>そ,<う>そうねえっ、えー、奥よ奥すごい奥見たことない <laughs>

あげてくれる <laughs> <laughs> すごいテンション上がる、朝 <laughs> いや、いいこと聞いたなぁ。<laughs> <laughs>